子どもの自由な感性と無限の可能性を引き出す幼児リトミックを実践、幼児教育のエキスパートを養成します。もともとリトミックという言葉は、良いリズムという意味を持っています。で、スイスで考えられた音楽教育法の一つなんですが、それを、日本の方に持ってきた時に、幼児を対象にした幼児リトミックという形で今私の教室の方ではさせていただいています。で、内容としましては、四分音符、二分音符、八分音符という簡単な基礎リズムを、元にしまして、でそれに合わせた、親子体操ですとか、あとは手遊びですとか、そういう形で、歌遊びなどを中心に取り入れた教室をしております。子どもたちが大変やはり素直ですので、カリキュラムを自分で考えるんですけれども、自分が考えたカリキュラムは良かった時、悪かった時っていうのがやはりダイレクトに反応が返ってくるっていうところに、やりがいを感じたりですとかっていうことがあります。はい。もともとピアノをやっておりまして、でピアノを生かした仕事をしたいというふうに思っていました。それと同時に、幼稚園の先生にも少し憧れがありまして、でもともとは幼稚園の先生を目指していたんですけれども、そんな時に音楽を生かして子どもたちと触れ合えるリトミックというふうなものに出会いまして、でも私にはこれしかないというふうに思いまして、この道を目指しました。やっぱりリトミックっていうのは私は楽しいことが一番だと思ってますので、まず楽しいことを提供する前に自分が楽しむっていうのが一番大事だと思うんですね。なのでまずリトミックを自分が体験したり自分が楽しいっていうことを感じてもらう、まずそういうことをこの学校に入って欲しいって感じて欲しいですね。でそれからこの楽しさをどういうふうに子どもたちに伝えていこうかなとか、どういうふうに、障害を持った人に伝えていこうかなって、だんだんそういう、自分が楽しいことを味わったら今度は人にもそれを、分かち合えるようにということでつながっていったらいいなと思ってますので、とにかくこの学校でたくさん友達っていうか、お互い初めてここで会う人もいると思うんですけれども、まず仲良くなって、でたくさんいろんなことを経験してほしいですね。楽しいことも、
それはもう子供が大好きですので、あと音楽がとても好きで、子供、大好きな子供と大好きな音楽、それが2つ合わさったお仕事ということで、やはりリトミックがぴったり来るのではないかと思っています。何か自分の心がちょっとモヤモヤしていたりした時に、人が歌ってるものを聞いたりするだけじゃなくて、自分が歌ったり音楽を楽しむことによってやはり心が癒されますし、そういうことで音楽はとても自分にとって大切なものだと思っています。やはり大好きな音楽と大好きな子どもたちと囲まれるわけですから、両方とも自分の中でとても大切にしていきたいと思っています。